こんにちは、中翔です。今回はキャンプ場ではなく無料でテントを張って泊まることができる河川敷に来ました。家から15分ぐらいで到着できるという好立地で、すごく交通の便が私からするといいです。この橋、一度に1台しか通れません。この軽トラ行かせてる間、反対側では1台待ってくれてましたね。1台ずつっていう暗黙のルールが地元にはあるのかもしれません。こんな感じでこの車、こちらが通るのを待ってくれてます。譲り合い大事ですね。ということで、この坂をくぐれば、テントを張っていい河川敷到着です。正面に見える立ち入り禁止は、この赤白のポールの左側のことですね。こっちの方は入って OK です。この時間は車が2台止まってて、この川で釣りをしてる人がいた感じですね。ただ帰る時にはキャンパーさんが結構来てて、遅い時間から人が来るような感じみたいですね。で、ここ今ちょうど新幹線かリニアかのトンネルと橋の工事をやってて、工事関係者も車止めてるみたいです。あとダンプの出入りが結構あるので、小さいお子さん遊ばせるときはちょっと注意が必要なのかなっていう感じはありました。地面はとっても硬そうで、ペグ打つの大変だなって思いながら下取ってました。これが新小栗橋、小栗橋だっけ？で、反対側に旧小栗橋があると、こっちですね。で、トイレがすぐ近くにあります。景観もいい感じ。小倉橋だ。小栗じゃなくて。小倉橋のトイレ。まあ正直、中は公園のトイレなんで、めちゃくちゃ綺麗というわけではないですが、まあ、とりあえず使う分には問題ないかなっていう感じですね。この階段の急さ、もう直角なんじゃないかっていうぐらい急でした。ということで、今回の目的は、とうとう新幕購入しました。新幕の開封やっていきます。今回首からカメラをぶら下げて、両手が塞がってない状態で撮影ができるようにしたんですけど、慣れてないせいかちょっとカメラの画角があまり良くないところが結構あったりします。申し訳ないです。まずはセットで購入したので、オレゴニアンキャンパーのグランドシートというか、下に敷くやつですね。それとこれが二股化できるポール。今回は初張りということで、これは使いません。今回デイキャンプに来てるので、しっかり一日一泊キャンプするときに、この二股ポールはデビューさせようと思ってます。それと、テントのガイロープに、テントのガイロープを、まあ今白いものがついてるんですけど、標準だと。それを、鴨柄のやつに変えるためのガイロープを購入。このセットですね。
で、テント本体はこちら。サムネの方でもうネタバレしてるんですが、バンドックのソロティピー 1TC、読み方合ってるかは不明を購入しました。いろいろテントを購入するにあたって検討してみたんですが、まあ今メインで使ってるテントが、天幕デザインのサーカス TC デラックス。まあ3人4人入れる大きなテントなんですけど、秘密基地感があるちっちゃいテントも一箱欲しいなということで、今回新たなテントを購入しました。この周りのグレーのものがインナーシート。インナーシートが標準でついてます。で、こっちが本体。軍手つけてたら紐ほどけなかった。ポールが2本入ってて、スピーテント、いわゆるワンポールテントなので、メインのポールが1本と、跳ね上げすることができるので、跳ね上げ用のポールが1本と、それと、ペグが入ってました。今見えてる白い、このガイロープ、これが、まあちょっと武骨感を妨げるということで、まあ、皆さん購入してる人はガイロープ色を変えた方がいいよっていう意見が口コミが多かったので、今回はガイロープもセットになっているものを購入しました。少しだけ予習してきましたが、基本はもうすぐ立てられる、簡単に設営できるのが売りのテントということで、なんとなく身を見まねで初張りやっていきます。裏表確認中。ロゴが前って書いてあった。ロゴこちら。それとあとは前面と後面を確認すると。で、前面にはバンドックのロゴがついているので、ロゴがついてる方を前にして反対側を後ろにするという感じになります。もう一台三脚立ててカメラを設置してたんですが、ちょっとデータのやり取り失敗してそっちの動画は使えず、画角が悪くて見にくいこの一人称視点のみの撮影になっちゃいました。こっからは2倍速。とにかく地面が硬くて刺さらないところは本当に刺さらない。テントは、このテント自体は設営が非常に簡単なテントなんですが、地面が硬くてどっちかっていうとペグ立てる方に苦戦した感じですね。ただ四隅のペグを立ててしまえば、あとはもうポール入れるだけで立つので、もうおそらく慣れてしまえば5分ぐらいで設営できちゃうんじゃないかなと思います。パッと来てパッと帰れるデイキャンプにもぴったりのテントだと思いました。苦戦しつつもようやく
4箇所ペグダウン完了。メインのポールを立てていきます。まず上部のベンチレーションを開けて、正面の入り口からポール立てて、画面が見にくい、もうこれで設営完了と。本当に簡単、無風だったのでガイロープも今回はつけず、基本的にはこれで設営完了です。各所にテンションをかけていくと、一応ベルトでテンションをかけておきます。なんかこの群幕っぽい、私の今までのキャンプスタイルになかったちょっと武骨感がすごくいい。で、正面の入り口を跳ね上げていきます。跳ね上げ用の穴が開いているので、そこにポールを通してポールを1本立てるだけで、日よけにも目隠しにもなる、ソロにはぴったりのかっこいいテント。もちろんちゃんと見たのは映像だけだったので、実物見るまではどんな感じか不安もちょっとあったんですが、ものすごく色合いも良くて、ほんとこれお気に入りになりましたね。冬場はちょっと大型のストーブを入れたいっていう思いがあったので、新しいテント、小型のテントっていうのは購入してなかったんですが、さすがにもうストーブなくても過ごせるようになってきたので、とうとう新幕投入です。ほんとペグがね、刺さったと思ったらポンってこれ抜けちゃうんですよね。変なとこ刺すと。これ飛んじゃっちゃった。飛んじゃっちゃっちゃって。飛んでっちゃいました。場所変えて、もう一回刺し直し。まだ4月も半ばなんですが、あーかっこいい、かっこいいですね。男のテントっていう感じがしますね。このこじんまりとした感じも良き。まだ4月も半ばなんですが、この日気温が結構高くて暑かったです。ぜはぜは言いながらテント張りました。で、さっきの鴨柄のシートも敷いて、お座敷スタイルで過ごしていきます。全然広さ問題ないな。広さもちょうどいい。ということで、テントを張ったらお腹ペコペコだったので、お昼ご飯作っていきます。今日のお昼はローソンの冷凍食品で作っていきます。一時期めちゃくちゃ流行ったローホル、ここにローソンに売ってるカット野菜投入して、同じくローソンで買ってきた木綿豆腐、
そして冷凍餃子、これをぶち込んで火にかけるだけ。めちゃくちゃ簡単。キャンプ場ではないのでお水は出ません。持ってきた炭酸水をお水代わりに投入。デイキャンプなので飲み物は炭酸水でやっていきます。いい感じに煮立ってきました。めちゃくちゃ美味しそう。追加でウインナーも入れときました。ウインナー以外はローソンで買ってきた冷凍食品。それでもめちゃくちゃ美味しい。豆腐からいただきます。鍋の豆腐大好きなんですけど、一回鍋に入ってる豆腐が嫌いだっていうやつがいて、だとしたら鍋に豆腐入ってても食べなきゃいいんだけど、鍋に豆腐が入ってること自体嫌だっていうやつで、そいつが鍋入れられないっていうストレスを一回感じたことがありますね。やっぱり鍋には豆腐です。このローソンのながら食品のホルモン鍋、めちゃくちゃ美味しいんですよね。ちょっとピリ辛で炭酸足して少し薄くなってるはずなんですが、全く薄く感じない。ちょうど良かったです。あとこのローソンの冷凍野菜も意外と割と何でも使えます。袋ラーメンに入れても美味しいし、結構汎用性高い。おすすめです。餃子もうまい。締めに
これもローソンで買ってきた冷凍うどんを投入。っていうか鍋、やっぱりキャンプっぽい鍋使った方がいいんだろうな。武骨にはなりきれない。でもめちゃくちゃうまかった。あとここの歯と人に慣れすぎててめちゃくちゃ近づいてくるんですよね。これもう寝転がってて寝ようとしてる時なんですけど、私が動かないとここまで寄ってきます。ということで食事をしてお昼寝をしたら撤収です。撤収の様子も一応初張りということで公開したいと思います。撤収もめちゃくちゃ簡単ですね。四隅のペグを外して、ポールを外したらもう畳むだけ。あっという間に撤収できちゃいます。起きてから20分後にはもうキャンプ場を出てるような感じでしたね。かっこいいし、設営撤収も簡単だし、これからシーズン向けてキャンプ始めてみようかなっていう人には結構おすすめかもしれません。まだそんなにしっかり使ってないので、今の段階でおすすめだっていうのもあれかもしれませんが。ちなみに初めて買ったテントはコールマンのツーリングドーム LX。 ダブルウォールで結構メッシュインナーで風通しも良くて夏場でも快適に過ごせました。で次に買ったのがサーカス TC デラックスで、今回がこのバンドックのソロピー1TC。 読み方合ってるかわかりません。最初のテントもサーカス TC も、まあ、両方ともお気に入りではあります。その時行くキャンプ場やその時の状況によって使い分けていくのかなとは思います。夏やっぱり風通しが重要なので、夏どのテント使うかは、まあ、使いながら決めていくのかなと。サーカス TC はインナーがないのでどうしても虫が多い時期ちょっと不安だなっていうのはあるんですけど、それも例えばツーリングドームのインナーをカンガルースタイルみたいな形で使っていけるのかもしれませんし、今回買ったこのテントはインナーが最初からついているので、まあ、最初に使ってたツーリングドームもそうですけど、夏場はどれかな。これからテント選びもキャンプ行く時の楽しみの一つになるのかなとは思います。このテントを撤収するとき、まあ、ペグ外してポール倒して、このペシャンコの状態にするのはもちろん簡単なんですけど、問題は畳み方ですね。畳み方次第では、うまく収納袋に入らなかったりっていうこともあり得るので、畳み方は、おそらくちゃんと予習してきた方がいいと思います。私は普段
使っているサーカス TC でやってるような感じで、一箇所だけペグ残しといて、こう細く長く形を整えてからくるくる巻いて収納袋に入れるようにしましたが、これが正解かどうかは正直わかりません。テントを長持ちさせるためにも収納方法割と重要ってことよく聞くので、畳み方とかは他の方が出してる動画とかを参考にしてみてください。ちなみに3時間ぐらい仮眠してる間に、周り割といろんな人がテント張ってたんですが、やはり無料のキャンプ場ということもあって、マナーの面はちょっと疑問符がつく感じでしたね。タバコの吸い殻とかもこのサイト結構転がってましたし、結構帰るときには周りから規制も聞こえてきました。まあただ、あくまでも無料のキャンプ場なので、まあそこら辺はしょうがないのかなと。あとやっぱり無料といっても管理してる人は少なからずいるはずなので、こういう無料の場所を使うときは、それぞれマナーを気をつけてやっていかないと、いつか無料じゃなくなってしまう。使えなくなってしまう可能性もあると思うので、そういったところもそれぞれの人が気をつけていって、ずっと無料で使わせてもらえるように維持していくのも使う人の心構えとして大事なんじゃないかなって思いました。そんなこんなで話してる間に、どうにか収納袋に入れることも完了。閉じてしまうとこれぐらい小さくなるので、今年ちょっと徒歩キャンプもやってみたくて、オートキャンプだけじゃなくてバックパック持ってそれにくくりつけていくにもギリギリセーフのサイズなのかなと思うので、今年はこのテントで徒歩のキャンプ、電車乗り継いで徒歩のキャンプみたいなのもやってみようかなと思ってます。やりたいことがどんどん増えていきますね。ただ徒歩キャンプってなるとバックパックの中に荷物を収めなきゃいけないので、使う道具も若干変わってくるのかなということもあるので、最近またキャンプ用品ちょっと見たりしてます。これがキャンプ沼っていうやつですか？わかりませんけど。ということで、今回、初めて、サーカス TC じゃなかった、バンドックのソロティピーを張りに、これまた初めてのデイキャンプ、そして初めての無料キャンプ場を使ってみました。割と、楽しく過ごすことができたので、これからデイキャンプの動画も少しずつ増やしていこうかと思います。ご視聴ありがとうございました。中翔でした。また見てください。